君は何でだと思う？才能もない、学歴もない、お金もない、底辺のダメ人間。でも、そんな君を見てるだけで、私は幸せなの。シンバ君、昨日は何時に寝たの？カフェインの類は？目覚ましは1回？そっか、20歳にもなってそこまでしても起きれなかったんだ。よく2年も会社員できてたね。まあ今は立派なため人間だから関係ないか。行こ。これだよね、シンバ君のおすすめ映画。私、このヒーローたちの映画一つも見てないけど、大丈夫なの？からずっとそればかりだね。もういいって言ったのに。私は満足だったよ。映画も面白かったし、映画より面白いものも見れたからさ。秘密居眠りした罰ね。シンバ君、君食べるの早いよね。褒めてるわけじゃないよ。デートの時くらい少しは相手に食べるペース合わせられないのかなって。それに自分が先に食べ終わって暇してるからって、こっちが咀嚼してるのに一方的に返答が必要な話をし始めるのもどうかと思うよ。私、口一つしかないからさ。それともまさか君、自分の話の隙間見計らって神経使いながら飯を食えなんてひどいこと言わないよね。今日同じセリフしか言わないね。おもちゃみたい。意地悪言ってごめんね。君がそんなつもりじゃないことくらい分かってるよ。好きなこと語り始めて熱入っちゃっただけだもんね。ご飯も好きに食べるといいよ。カードで。シンバ君、君とのディナー、最近で一番美味しかったかな。そうだね。失敗を重ねて
許されたくて子犬みたいにプルプル震えながら一日中暗い顔してる。そんな人と一緒にいて幸せを感じる人がいると思う？シンバ君。面白い顔。私はね、すっごく楽しかったよ。気にしてないよ、シンバ君。私こそ不安な気持ちにさせちゃってごめんね。好きだから許してね。じゃあ、シンバ君、またね。本当にダメだな。幸せ。ダメ人間の愛し方、コミックス第1巻好評発売中。